農業と食料の安全保障。世界の7億9500万人が毎日空腹になる。20億人が健康な生活を送るための栄養不足。地球の持続可能性の供給はますます困難になってきている。なぜこんなことが起きるの？世界の人口は2050年までに90億人に達すると予想される。アフリカだけで10億から20億の倍の大きさになる。人々が豊かになるにつれ、加工食品、肉、乳製品が豊富な食事に向かって流れていく。より多くの肉を生産することは、より多くの穀物を成長させることを意味する。職業として農業を選ぶ人が少ない。農地はスクロール化や土壌劣化により失われ続けている。世界の地界の 40% が乾燥している。世界の気温が上がるにつれ、デザートになる土地が増える。小麦1キロの生産には1500リットルの水が必要です。牛肉1キロの生産には1万6000リットルの水が必要です。食料生産は世界の水消費の 70% をすでに占めている。2050年までには2倍の水が必要になる。すべての人々にとって手頃な食料供給を確保するため、持続可能な農業システムを開発しなければならない。小農、女性、若い人を含め、生産プロセスに関わる人はみんなその恩恵を受けなければならない。世界経済フォーラムは一連のコアプロジェクトを作り、世界の持続可能性を与えるという課題を取り上げてきた。農民政府市民社会民間部門の結集を目的とした。